じゃあ、カッコ2番見てみよう。カッコ2番、M 字の長さはいくらですか。ではね、問題文の続き見てみましょう。5時間後にね、標識された細胞が M 期にね、突入し始めて、で、標識されてから8時間後には、すべての M 期の細胞が標識された。ね、これね、まずね、前提として、これ問題文に書かれてないんだけど、書かれてなくても、普通書かれてないんだけど、前提として、S 期の長さの方が M 期よりもだいぶ長いんですよ。S 期の長さの方が M 期よりもだいぶ長いんですよ。で、そうすると、ここで突入するじゃないですか。ね、先頭のこの S 期の先頭にいた細胞が M 期に突入するじゃないですか。で、その後ろには、まだすかっていう細胞、赤いね、標識された細胞たちがいっぱい後ろに続いているわけですよ。だから、8時間後どうなるかっていうと、8時間後どうなったかっていうと、M 期の細胞が、すべての M 期の細胞が標識されたっていうのは、ここの細胞が、あ、俺 M 期入ったよって、前期だよとか言って、で、M 期をこう過ごして、最後、わあ、なんだよって、さっき始まった M 期ももう終わりだよっていう、M 期の最後、この細胞が M 期の最後に来たとき、これが8時間後なんですよ。こいつの後ろには標識されたたくさんの細胞が、並んでいるわけだ。S 期のもう俺 S 期終わるよっていう細胞から、もう少し S 期かかるなっていう細胞から、今俺 S 期まだね、まだ S 期のま、なんか S 期ってまだ、S 期の S 期に入ってからまだ S 期の途中だよって細胞から、さっき S 期に入ってよって細胞からいっぱいいたわけね。で、S 期って M 期よりめっちゃ長いんですよ。なんで、この先頭の細胞の後ろには、標識された細胞がまだまだいるわけだ。なんか仲間を引き連れて歩く RPG みたいだね。いい例えじゃないけどね。こんな感じ。この先頭の、S 期の終わりにいた細胞が M 期に突入してから、で、この M 期に突入してから M 期の最後まで行き切った。で、その後ろには標識された細胞が続いてるんで、その細胞たちが後ろにこうついてきた。で、この状態が全ての M 期の細胞が標識されたって状態なんですよ。ここにいる細胞は標識されてなかったわけだから、一番先頭の先を走ってる細胞が標識された細胞が M 期に突入した段階ではまだ、標識されてない細胞が M 期とかにいたわけだから、で、その細胞たちが M 期を終わってって、で、標識された細胞たちで M 期が占められた時、それが8時間後だって言うんですよ。なので、括弧2番、 M 期の長さはこの先頭の細胞が M 期に突入してから M 期の最後まで行った時間、これが3時間だね。5時間後がこの状態、8時間後がこの状態なんだから、5時間後に入ったーってこの細胞が入って、で、8時間後標識されてから8時間後に終わったーって、 M 期終わったーって終わったんだから、答えは3時間。こんな風にね、S 期にいた細胞たち、 S 期にいて放射線チミジン受け取って標識された細胞たちいっぱいいるんだけど、基本的にね、まずね、この先頭の細胞、先頭って言っていいか、 S 期の最後にいた細胞、この細胞に注目して、この細胞の動きで追っていくとかなり分かりやすく、G2 期 M 期の長さ出るんで、もう一回ね、復習してみましょう。放射性チミジンを用いた細胞周期の問題でした。